よいしょと。お、なんか釣れた釣れた。でかいでかい。なにこれ。うわ、おサムが釣れた。どうも皆さんこんばんは、おサムです。今日はフォートナイトをやるんですけど、久しぶりにフレンドとやることになってて、で、ちょっとなんかやってやろうということで、今日は戦ってる最中に米津玄師さんの歌詞をどれだけ違和感のないように言えるか検証したいんですよね。題してフレンドにバレずに米津玄師さんの歌詞をどれだけ言えるのかです。米津玄師さんの曲を俺も前からちょっとカバーさせてもらったんですけど、あらかじめ8個人気曲から歌詞を選びました。で、簡単な順からやっていくんですけど、いつバレるのかという検証です。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。もう一回もう一回行こうぜ。まずは、負けちゃったけどもう一回やろうぜみたいな感じで言う作戦。やべ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 、そいつうまいかも。いや、どんなグレネード。うわぁどっから声出た今。うわぁもう一回行こうぜ。もう一回行こうぜ。俺最近こんな感じだからマジで。声ドバやってる時。ああいいじゃん。わーっと叫んでる感じ。当然のごとくセーフ。何をしていたの？何を見ていたの？たまたま別の場所に降りてしまうという、まさに言いやすい状況ができた。しかもな、ちょっと待って、しかもかもちゃん、なんでロリロチってんの。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、ふざけんなよ。俺ピンタテだよ、ちゃんとロリロチでポチって。なんか言ってよ。もう何をしてたの、何を見てたの。何を見てたの。おさむさんが早めに降りていく姿。早くなかったけどね、俺。早かったか。セーフ。ここでまさかの思わぬ事件が発生する。米津玄師を知らなそうなおじさんフレンドが勝手にパーティーに入ってきた。バトさんいるし。呼んだ？呼んでないよ。まあこのままやらないのもおかしな話なので、とりあえずボイちゃんに招待する。あれ久しぶり、バトさん。はい、どうも。いいだろう、二人まとめてかかってこい。今度は死んだ時の言い訳にする作戦だ。うわ、後ろ。マジか。もうほらな、長い前髪で前が見えねえ。そんな前髪長くて。ちょっと見えづらかった。マジ切ってそれ本当に。セーフ。たくさんの泊まりを繰り返して。今度は移動して次どこ行くみたいな時に言う作戦。行くぞ。どうする？これずっと続くの？これたくさんの、どうしよう、たくさんの遠回りを繰り返してアンチ行く。このまま、あ、でもアンチか。あー、なるほどね。そっか、明後日なくね。わかったわ、サムさん。この時点でカモちゃんがおそらく気づいた。何？あ、わかったわ。オッケー。何わかったって。オッケーオッケー。迷惑、そういうの。そういうの迷惑。何？知った風な口を急に。何？いや別に分かったからいいかと思って。何を分かってるの？これどうやって解除するのこれ？
カモちゃんにはこの時点でバレてしまったため終了となる。あとはパトさんだけ。ここからは歌詞の難易度もグッと上がるため慎重にやっていこう。私の名前を呼んでくれた。俺は相手が俺の名前を呼んでくれるタイミングを待った。デカボ。あーい。どこそれ。あ、向かってきてんの。え、私の名前呼んでくれた。呼んだけど。うん。なんで撮るの。え、運んであげようと思って。俺見えてたよ今。俺、あ、運んでくれてたの。ごめんごめん、疑って悪い、申し訳ない、悪いと思った。もうあげねえわ、もうあげねえわ。ごめん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 。もうこれも全部回収だこれ。いやいやいや、おかしくない、おかしくない、それおかしい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 。これ投げましょうかこれ。え、投げれんの。な、あ、投げるものじゃないんだけど、ちなみに。せーの。今度はライフが低い時に、うわーこれはもう死ぬ運命かなみたいな感じで言う作戦。うわー当たんねーのかそれ。いやーちょっとライフ低いな。これ残酷な運命が定まってるとしても、あんなにいっぱいのになんで一発も当たんないのこれ。え、マジっすか。やめ上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 。くそ、当たんねー、当たんねーわ。それどころじゃなかったみたいだけど、セーフ。こちらとしてはさすがにここら辺で気づいてほしいところだ。初心者のプレイヤーを倒した時に、あ、俺たちにも初心者の頃の思いが胸に残ってるな、ちょっと苦かったな、あの時はレモンみたいなっていう感じで、ちょっと無理があるんだけど、そういう作戦。はい、おごり押し、あと一発でしょ、ごり押し。あーくっそ。どうもーい、ナイス。お、デカポ2個持ってた。ちょっと初心者っぽかったね。なーに、なーに切ってんすか。ちょっと切るよ、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 切るよ。生きっちゃったね、おさむさん。生きっちゃった、今生きっちゃった。恥ずかしい。言わせてくれ。さあ、いいチャンスじゃないですか。3対2じゃないですか、じゃあ。これはいいね。ねえねえ。敵も残り2人。少ない人数になると緊張しちゃうんだよね。あの頃思い出しちゃうんだよね。みたいな初心者の頃を思い出すいいチャンスだ。いやー、この状況めっちゃ初期の頃思い出す。緊張するんだよな、この状況。胸に残り離れないわ。下手こいた？下手こいたやつ大好き。おめ、いや大丈夫大丈夫。待ってた。俺はビッグロイして言うんだ。やばいやばい。おお、あら、ナイス。ラッカー、やったかっこいい。いや、ちょっとこれはやべえ、久々にびっくりしたわ。残り離れない2回レモンにおいな。わかる、あのだから最初の頃のさ、初心の気持ちっていうか、あの酸っぱい。うん、レモンみたいなね。果たして気づいたのか。どんな例えだよ。どんな例えだよ。いやいや、まあまあまあ。何そのなんか無理のある表現。何そのなんか無理のある表現。2018年上半期1位の曲の歌詞をディスる男。酸っぱい苦いレモンの匂いした。うん、今したそんな匂い。
やはり米津玄師を知らないのか。その頃企画に気づいているはずのカモちゃんから裏で LINE が来ていた。中森明菜とかは違うだろう。違う。あ、こいつは米津玄師縛りだということに気づいていない。しかもそれほど年上でもないし。でも待て、バトさんは俺の動画を見てくれているはず。ならばそんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、さらば掲げろピースサイン、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリーを。トシャ、さらば掲げろピースサインを何の関係もないタイミングで言う。あ、これは俺ダメっぽいね。これもやばいっすね。これはやべやべやべ、アンチ的にちょっとこれはやばいな。うわー、くそ。さらば掲げろピースサイン。それは何でしょ